はい、皆さんこんばんこばは、えーっとね、今回は僕が一つ気になってることがあって、えー、っとこの自衛隊のヘリコプターが墜落事故を起こしたっていう内容なんですけど僕はこれ事故じゃないんちゃうかなと思っててっていうのもなんかツイッターとかではいろんな憶測で中国がやったんちゃうかとかミサイル攻撃を起きたんちゃうかっていう憶測が立ってますけど僕は。 自衛隊がクーデターを起こそうとして。あのー？内部から潰されたんちゃうかな？っていう意見を持ってるんですね。まあ、僕はあの実はあの youtube とか。ではあんまりこういうあの政治というか政治というか。こういうネタを時事ネタ系を。あの上げアップロードしてこなかった。投稿してこなかったんですけど、普段はまあ t w i t t なり。 インスタグラムなりフェイスブックなり、まあユーチューブのコメントとかで、そういうことは言ってるんですけど。まあ今回ちょっともう、初めてこういうのをやってみようかなと思って。あの。僕の意見もちょっと伝えていきます。じゃあ。あ今言った僕の考え。の。自衛隊がクーデターを起こそうとして。あの潰されたんちゃうかっていう。意見なんですけど、実際的に。 あの自衛隊がクーデターを起こすことができるのかそこですよねまずこれ実はクーデターを起こすことは事実上できるんですね実はこのクーデター自衛隊のクーデターっていうのは2010年に計画されとったんですよ一回まあ、その話ちょっとすれば長くなるんであの次話進んでいきますけどなぜクーデターができるか って言うんですけどこの JTF って皆さんご存知ですかね統合任務部隊っていうんですけどジョイント・タスク・フォースというのが2006年に自衛隊法の改正によりできたというか形を形が変わったというかうん。 まあ法改正があったんですねそういうじゃあこれ何ぞやって言ったら JTF 統合任務部隊自衛隊なんですけどえー、っと陸上自衛隊海上自衛隊航空自衛隊のうち2つ以上の軍種を単一司令部の指揮のもとに置き統合軍化して統合運用を行う部隊っていうことですだからもう自衛隊って言ってるけどまあ軍隊にもできる できるんかななこれな軍化できるっていうのもあるんですけどじゃあこれ内容を見ていくと、まあ、20 2016年じゃなくて2006年ですね、えー。統合幕僚幹部が創設された統合幕僚長のもとに、えー、単一の司令部指揮官をもって編成されるっていう内容です。 この構図を見ていってほしいんですけどえっと実際的にあの日本国が外国に攻められたとか災害が発生したとか逆に日本が領土を奪い返すとかなった時に指示を出すすとこがあるんですねじゃどこが指示を出すのかって言ったら総理大臣であったり防衛大臣であるんですよここに書いてあるね。 じゃあ、防衛大臣。これは2006年までの形なんですけど、今もそうなんですよ。防衛大臣が指示を出すんですけど、その下に、見てください。統合幕僚長っていう、ここですね。これが幕僚総本部か。総本部じゃないわ。総指揮官があって、幕僚長ってその、 っと自衛隊の中で言ったらあの兵士をまとめるあのもう指揮する人ですね幕僚長が防衛大臣の指示なしでここ防衛大臣の指示なしで災害任務の指揮とか例えば領土奪還とか、えー、っと防衛とか軍事演習とかを 独自でで行えるんですよだから国の言うことを聞かなくてよいまあ国の言うことを聞かなくてよいっていうのもおかしいけど国の言う国が言ってないこともできちゃうこれがえーっと JTF ですねほんでこの JTF っていうのは実は2010年に初めて作動してるんですよまあ年にあの 大規模災害でって書いてるんですけど2010年に空出た計画が実はあったんですねそれがさっき言ったえー、まあ話に繋がっていくんですけどまずなんで2010年に空出た計画があったのかっていうと2010年大きな出来事があったんですよそれがえー、中国漁船事故事故漁船衝突事件ですねあれね尖閣諸島の方で えっと海上保安庁のえっと戦艦水木に中国漁船が衝突してきたっていう事件があったんですけどその事件の動画を当時の民主党政権であるえっと菅直とかがまあ公開しない自衛隊が公開したいって防衛大臣も多分言ったんですね。ほんで こんなあかんわって言った一色正春さんが自衛隊から動画を持ち出して公開したっていうのがあるんですけどその時まあそれはまあまあ置いといてえー、っとね漁船衝突事件を起こした船長をすぐに釈放したんですよ。それを皮切りに中国は、えー、漁船という名の 軍人をどん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 沖縄に放り込んできたんですねで。この時ほんまに日本は危険な状態だったんですよ。領土が奪われるかもしれないっていう。で、ここでね、あの中国がの領土奪いに来たんじゃなくて、韓国が対馬侵攻っていうのを計画したんですよ。今の民主党政権なら、日本の民主党政権なら、領土奪えんぞっていう。 あのふうに思ったのか分かんないですけどあの北ってえー、っと韓国軍がえー、っと韓国南部のプサンっていう町に集まって対馬侵攻の準備をしたんですね。でこの対馬侵攻の計画に関してはアメリカ軍が日本国政府にこういう行動を韓国が取ってるので。 なんとかした方がいいですよっていうあの指示が指示というか情報があったんですよアメリカ軍からねでも当時の、えー、菅直人は何も対策を取らなかったんですねじゃあどうしたかこれがあったんですよ統合幕僚長これが JTF が初めて作動した作動というか 使われたのが年です防衛大臣の指示もなしで自衛隊は対馬に向けてえー、っと護衛艦をに大量に送り込んだでこの時韓国と日本は睨み合いを続けてました中国ともにらみ合いを続けてました、まあえー 覚えてる人もおるかもしれないですけどなんでけ尖閣諸島を東京都が買い取ったのかそれは石原都知事がこれこのままじゃ日本がやられる今の民主党政権は日本を守らへんから東京都俺たちが守るって言って石原都知事が勝ったんですねあの島をまあそういう経緯もあってえー、っとまあ 危険な状態の時にまあこの JTF っていうのが初めて作動した。んでん、うんまあいろいろ流れが続いた中でここですね2010年松島侵攻って検索するんですけどえっとなぜクーデターを計画したのか。 自衛隊がもうそれはもう今言った話の通り日本が危ない状態民主党政権に任せられへんっていうのでクーデター計画があったんですけどでも2010年対馬侵攻って検索するとなぜか四やヨピョン島砲撃事件っていうのが出てくるんですね。 北朝鮮が2010年11月頃かなに、えー、韓国北部のヨンピョン島っていう島にミサイルを砲撃ミサイル砲撃したんですねまあこのヨンピョン島砲撃事件によって日本と韓国の戦争が避けられたって言われてますでは北朝鮮はなぜ日本を守ったかこれちょっとあの 日本人からして北朝鮮ってどういうイメージがありますかなんかミサイル撃ってくるし危険な国やしまあ独裁国家やしいつ何時えー、っとね核ミサイルを日本に撃ってくるかもわからへん国って思ってる人が多いかもしれないですけどもうあのこの説が正しければ 日本に北朝鮮のミサイルが当たることはありまませんって言い切れますこの説が正しかったらの話ですけど北朝鮮っていう国は日本人が作ったんじゃないかって言われてるんですね。その日本人の名前は畑中治っていう方でえーっとね 陸軍中野学校っていうスパイ学校があったんですけどそこを卒業した日本人が作ったんじゃないかって言われてます。何のために戦後日本がグロ,ーバルグローバリストたちに飲み込まれていくアメリカに飲み込まれていくアメリカに支配されていくっていう軍,軍隊も持たないじゃあどうやって日本を守んねんってなった時に仮想軍国として作ったのが 第二の日本国って言われる北朝鮮の可能性があるっていうことですこれなかなか結構有力な情報じゃないかなって僕は思っててっていうのもキム・ジョンイルキン・ニですねキム・イルソンかキム・イルソンの娘と畑中治の間に生まれた子供が 金正イルじゃないかって言われてます。まあこれも説なんで正しいかどうかわかんないですけど、ただもう一つあって、その金正イルの奥さんは誰やっていう話なんです。よこれ二つ説があるんですけど、横田めぐみさんじゃないかっていう説が一つ。もう一つが、千九百四十かな五十か六十か忘れましたけど、千九百まあ五十年ぐらいに生まれ、大阪で生まれた。 女性がキム・ジョンイルのえー、っと奥さんっていう情報がありますこの情報に関しては、えー、正しいらしいですただ横田めぐみさんかその大阪生まれの女性どっちか分かんないですどっちかって言われてますじゃあ、えー、キム・ジョンウンって今の代表ですね は日本人の血をずっと受け継いでるんですよ。その説が正しければ。なんでやっていう話なんですよ。ほんで、キム・ジョンウンはなぜか日本語を勉強してたっていう説もあるんですよね。日本に来てるっていう説もあるんですよ。何回か。まあそ、これも正しいか分かんないですけど、ディズニーランドに行ったとかね。まあ、いろいろ情報あるんですけど、じゃあ、北朝鮮で、 かなり新日国ななんんじじゃないかって僕は感じるんですね北朝鮮が確かに日本に対して悪口を言ってることも聞いたことないしなんならこのつ対馬侵攻を防い,防いだのも北朝鮮やしで北朝鮮が日本海とか太平洋にミサイルを突きってアメリカが絡んでるんですよ。あの ここで言うのもあれなんですけどもうちょっと話飛ぶんですけど日本の敵は中国でも何でもなくアメリカなんですねでアメリカも実は一枚岩じゃなくてアメリカもあの支配された国なんですよどこにかって言ったら英国支給派ですね多分今英国支給派が2024年にあの台湾侵攻っていう戦争を計画してるんで 何のためにかと言いったらアメリカの政治を英国支給派が握るっていうのが計画であるって言われてます。まあこの情報に関してはあまりインターネットとかにも出てないですけどそのアメリカの民主党っていうのがそもそも英国支給派とつながってるんですね。まあ中国ともつながってるんですよ実はあのアメリカの民主党っていうのは。 まあ英国支給派が一番権力を持ってて、その部下がアメリカの民主党。で、えっと、バイデンと中国の江沢民派がつながってます。だから香港っていうタックスヘイブン地域があったりするんやと思うんですけど、まあそこら辺はちょっと僕詳しくわかんないんで、あれですけど、ただ、アメリカも、 国家崩壊してます。アメリカじゃないですだからそういう,う1900年代から1900年ぐらいからもうすでにあの日本を潰すとかアメリカを潰すっていう計画があるんで日本の敵はアメリカですほんまの敵は。でもほんまにアメリカかって言ったらアメリカではないのは確かです。アメリカも グローバリスト集団に乗っ取られてるんで、まあ、間接的に日本を支配してるのがアメリカってことですねこの考えで言えばちょっとあの世界って一枚はじゃないし日本も一枚はじゃないし中国も一枚はじゃないんであのその考え方っていうのは難しいんですけどでも まあ話を元に戻して <laughs> あのなぜこの墜落事故っていうのが事故じゃないと思ってるのかっていうのは今言ったような内容を踏まえてなんですね。まあ、僕が実際に自衛隊の幕僚長やったら僕あの世界の経済とかグローバル経済も勉強したし。 歴史もちょっと勉強してきた中で今は日本は超危険な状態です。国がなくなるかもしれないような危険な状態に来てます。じゃあそういうことを知ってるまあまあ僕はそういうことをちょっと勉強してあのそういう状況に来てんなっていうのは分かってるんでもし僕が自衛隊幕僚長やったらクーデターを考えます。っていうまあまあそういう。 こことも踏まえてこれはただの事故じゃないんじゃないかって僕は推測してるんですね。まあ、ここのヘリコプターに乗ってたのも爆料たちやし結構あのんうん,うんまあ軍事力に,になる即戦力になるような人たちやったんでうんちょっとこれは余計に日本守るのがしんどくなっていくんちゃうかなと。 持ってますねもう一個その関連すると関連する話なんですけど2022年の1月31日に小松基地を発射し離陸した自衛隊の航空戦闘機が墜落したっていう事故なんですけどこれも僕事故じゃないと思ってるんですよ。なぜかって言ったらここに乗ってたパイロット2人っていうのはかなりの技術をも1人かな、まあ、技術を持った あのめちゃくちゃ即戦力になる人やったんですね。そういう人に限ってどん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 墜落事故を起こしていきます。不思議です。まあ、僕がなんでこういう、まあ、時事ネタとか世界経済に興味持ったかって言ったらあのー、むかち,ょちょっと昔かなに、うんまあ、今もつながってたまにお話しするんですけどもともとあの日本でも。 も最も権力が使いまあ最もっていうのもおかしいけど権力が強い○○賞っていう,いうところで働、まあ、関わって仕事をしていた方とあお会いすることがあって、まあ、その方とようお話しするようになったんですけどその方にいろいろ話を聞いてあのテレビの言うことを信じなくなりました、まあ、その方はあのその何とか賞っていう 国の内部機関に入り込んでまあ、まあ仕事をしとった方なんでいろいろ知ってはるんですけどその人まあその人が一番 <laughs> 最初に僕に言ってきたんが安倍さんの命狙われてるよっていう内容ですねこれ2020年かなぐらいかなに言ってましたもうすでに安倍さんは1回命が狙われてるよっていう内容ですねで 何とか生き残っったけど今も命にらわれててるよっていつか殺されるよみたいな内容の話をずっと聞いててほんまかいなと思ったんですけど、えー、僕がこの話を職場の人とかにずっと言ってたらほんまに安倍ささん殺されましただからもうあの安倍さんが、えー、と銃で撃たれたって聞いた瞬間にうわっ暗殺やと思ってどこがやったんかなっていうのは僕は 言わないですけど可能性として挙げられるなら財務省経産経団連経産省とかあと中国も絡んでるんちゃうかなってまあまあグローバリストが一番権力持ってるんでその英国至急離れ世界を統一しようって考えてる人ですねたちが多分一番権力持ってるんでだからもう安倍さんの近くにおった人と私たちも グルじゃないかなと僕は考えてます。あそういううんまあ背景もあって僕はこの事件に事件というか事故に関してはえっと事故じゃないっていうのが僕の見解です。ままたあの <laughs> 今回うまいこと話できてなかったんでこれからこういう時事ネタもちょっと打つ投稿していき またあの投稿した時はあのまた開いて見てもらえるとう、まあ、嬉しいと嬉しいんでまたよろしくお願いします。ではまた